駐在リポートです。明治から昭和にかけての激動の時代、南淡路市には敵の戦艦の侵入を防ぐための砦、鳴門要塞がありました。一度も使用することなく歴史に埋もれた戦争遺跡を淡路総局のみこそカメラマンが取材しました。明治時代に作られたという要塞跡があるということでやってきました。さて、どんな要塞なんでしょうか。淡路島と四国の間に位置する鳴門海峡。明治の頃、この海峡を通り日本に上陸する敵戦艦を迎え撃とうと数多くの砲台や兵舎が建設されました。その砲台はどうなっているのか。みこそカメラマンは淡路島の歴史を研究している貞本義弘さんと太田良一さん、当時を知る地元の谷口圭一さんたちと調査に向かいました。ここがですね、軍が作った、桂船場、船着き場ですね。地元では軍が作った跡ということで軍旗と呼ばれております。重たい荷物をね、船で運んできてここから上げていた、そういうことになります。明治に作ったものなんですけど、これほど残りがいいのは珍しいと思います。4人が向かっているのは歴史に埋もれた鳴門要塞です。この広場が雑品倉庫です。あ、雑品倉庫、うん、この倉庫はそのレンガの建物やったんです。レンガの建物やったよね。全部レンガで、ここにそしたら品物を収めたりしょったんです。しかしその先に建物の姿を確認することはできず、わずかに基礎らしきものが残っているだけでした。さらに4人は道なき道を進みます。ここはどういうとこですか。弾薬庫やろな。大砲の弾丸を飛ばすため の、 あの爆薬火薬を、ね、保管してた倉庫になります。山奥にひっそりと佇む弾薬庫、鳥取弾薬本庫と呼ばれていて、レンガ造りであることから明治時代に建てられたと考えられています。ここは何になりますか。これはもう餃子の大砲、向こうへ向いて、海の方へ向いてな、大砲が6門ぐらいあったような思われてるんだ。さらに奥へ進み、切り立った海岸の上に目的の場所がありました。餃子ヶ岳砲台です。ここが餃子ヶ岳砲台の砲座ということになります。実際にこの円形の砲座の真ん中、中央にカノン砲を据えてたということですね。あの穴ぼこが電声管、電話みたいなものを通してた穴がまだ残ってます。うっそうと生い茂った草木に覆い隠されるようにその砲台は現存していました。この場所の他にももう一箇所砲台跡がありました。明治時代に築かれた鳴門要塞は1903年明治36年に洲本市の由良要塞に統合され、海峡の防衛を担っていました。しかし第二次世界大戦では戦艦ではなく戦闘機が主力となっていたため、敵艦を迎え撃つことなく終戦後アメリカ軍に破壊されてしまいます。地元の谷口さんが子どもの頃の記憶を語ってくれました。
田中さん、行ったことあります？その時に。あります。あの、じいさんに連れられて、中井の方には入ったことがかなりあります。第二次世界大戦が始まってからは、その時はもう何十人もおりましたよ。戦争終わってね、新自由軍事で、まあ、日本に米軍の軍隊が来てまして、大砲とか兵舎とかを爆破してました。見られました？いや、爆破は見てないけど音は聞いてくる。鳴門要塞は今回視察した行者ヶ岳砲台を含め4カ所の砲台と弾薬庫、継戦場があったことが分かっています。貴重な、まあ、戦争の、 あの遺構ですので、なんとか、あの、後世に伝えるべく、あの、戦争、今ウクライナで戦争が起こっておりますけども、あの、そんなことにならないように、それを有効に利用できたら良いなとも思っております。この地元の要望を南あわじ市の森本和弘市長に伝えました。平和を希求する場所として位置づけるというのは、あの、十分あり得るかなと。よく調査をし、また、あの、そういう戦争遺構というのは文化財でもありますんでね、まあ、この部分を損なわないような形でということで言えば、ちょっと慎重にやっていく必要があるのかなと思いますね。太平洋戦争終結から間もなく77年を迎えます。戦争遺構が姿を消し、それに引き込まれるように人の記憶から戦争は消えつつあります。